はじめに知事から発表ございます。じゃあよろしくお願いいたします。本日の発表項目は京都府立大学の継続高校設置についてでございます。京都府では18歳人口の減少とか社会経済情勢の変化を踏まえまして、京都府立大学が地域産業を担う人材を育成する、地の拠点としての役割を果たせるように学部学科の再編や教育研究環境の充実整備に取り組んできたところでございます。また一方で府内には農林業分野に特色を持つ府立高校がありまして、これまでから府立大学との広大連携の取り組みが行われてまいりました。この度はこれらをより高度に連携させることで京都府の農林業や関連産業の振興に資する人材育成を推進するため、令和8年4月から農芸高校と北桑田高校の府立高校2校を京都府立大学の継続高校とすることといたしました。農林業に寄与する人材の育成を目的として地元の公立高校を公立大学の継続高校とする取り組みは全国初の試みでございます。これによりまして、例えば高校生が大学の研究室を訪問して高度な研究に触れたり、逆に大学生が継続高校の補助などの施設を利用できるようにするなど、専門的な学びの充実や学習意欲の向上、また研究環境の充実などの効果が期待できます。進学面では令和9年度の入試により府立大学の連携学科それぞれに定員の約1割にあたる継続校枠を設け、長期スパンでの専門人材育成を行います。今後は10月の下旬に府立大学と府の教育委員会との間で継続高校の設置に関する協定の調印式を開催する予定でございます。それにつきましては日程が決まり次第改めてお知らせをいたしますので、取材についてのご協力をお願いいたします。私からは以上です。よろしくお願いいたします。それでは質問